ホレス・ウォルポール小資料をもとに2008年から2年をかけて修復されたストロベリーヒルハウス第4代王法度伯爵ホレス・ウォルポールはイギリスの政治家、貴族、小説家、ゴシック小説、オトラントジョーキタンで知られる。政治家で初代首相、ロバート・ウォルポールとキャサリン・ショーターの三男である。イートン・コート・ケンブリッジ大学で学び、1739年から2年間、 詩人トマス・グレーと共に、フランス、イタリア遊学を行っている、会員議員を務めた。1791年、老いの、第3代オーフォード博ジョージ・オールボールの死により就職、第4代オーフォード博となったが、彼にも子がなく、6年後の1797年に69歳で、死去、オーフォード博爵家は断絶した。ただし、もう一つの称号、ウォルポール断尺位は、 重帝の保冷所ウォルポールが、継承、1806年に、新設の形でオーフォード白爵区位も受け継ぎ存続した。今日、ウォルポールが知られているのは、その趣味的な生活ぶりによる。別荘のストロベリーヒルハウスを改築して、自分好みの中世ゴシック風に仕立てたが、これが大変な評判になり、毎日見学者が来るほどであった。百五十七年からそこに印刷所を設け、 自作やグレーその他友人の作品を次々と印刷出版した。また、ある日見た夢をもとに中世の古城を舞台にした幻想的な小説、オトラント蒸気ーを書き、これも評判を呼んだ。ストローベリーヒルとオトラント蒸気ーはイギリスにおけるゴシック趣味の流行に決定的な影響を与えたと評されている。ありがとうございます。